おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、もう画面に出てるね、フランク・デ・ブール登場スーパースターフェスレジェンズアップで解説させていただきたいと思います。めちゃめちゃ豪華でめちゃめちゃ激アツの内容になっているので、ぜひね最後までお付き合いください。ってことで早速やっていきましょう。さあまずはですね、いつも通りメニューのお知らせからアップデの内容を見ていきますが、今回は 5.5 周年アニバーサリーの第2弾ということで、ガチャだったりキャンペーンがね様々来ております。しかもこれがまたまためちゃめちゃ豪華です。一緒に楽しんでいきましょう。さあそうしましたらですね、まず一つ目見ていきましょう。予告です。星5、星4、星3以上確定チケットスカウトのラインナップ更新が11月1日の水曜日に行われます。私ですね、ちょっとどうしても外せない大切な用事があって、まあ、仕事なんですけど、かわいそうでしょ。11月1日ね、だいぶアップで解説するのが遅くなるかなと思います。11月入ってから少し更新のね、その上げる時間が遅い時間になることが増えてくるかなとも思うんですけれども、ご容赦ください。ついでに報告させていただきました。さあそうしたらですね、いろいろデブール見ていきたいんですが、その前に細かいところ全部終わらせちゃいましょう。美味しいものは最後に食べたい派なんです。もう一つこちらですね、アイワール、ダービット2人の選手の顔の画像の修正が入ったようです。重要って書いてありますけれども、まあそんな重要なのかな感はありますね。お次はですね、 SWCC のこちらエントリー開始の方を見ていきましょう。今回トロフィー交換に新たな報酬追加ということで、また新しくねコンテンツが増えております。今週1週間でエントリー、来週が本番ですので、またね来週日程についてはご報告させていただきます。で今回ですね、 SWCC の限定新星5選手としてイベントショップにはですね、星5選手ロラフィーがプラチナトロフィー30個の交換先になりまして、ゴールドトロフィーの方には中央突破のフィニッシャーサンディラーナが追加されております。なかなかね中央火力が足りてないなって方は、ぜひこの機会にサンディラーナご検討ください。いやまあ普通に強いんじゃないですか。飛行士回復フィニッシャー1万4000ですから、まあ、クラブ情報がないので少しバンディエラ乗せにくさはありますが、メインスキルもサプレッション、そしてシュート SS とフィニッシャーらしい性能してるのかなと思います。またこの選手に関しても後ほどね後日詳しく性能解説をいたします。さあそうしたらですね、今回のイベント見ていきましょう。芸術の虹アクセサリーが登場、ワールドツアーヨーロッパ開催です。ノーマルモードの全ミッションコンプリート報酬で 500GB がもらえるほか、難易度ベリーハードの各ステージではアクセサリーが、そして最終ステージでは皆様待望の芸術虹アクセサリーが手に入ります。今回の虹アクセサリーに関してはセンターフォワードにつけるアクセサリーになっていて、アクセサリーのコンボ効果としてゴールメーカー、シュートとトラップがチューアップだったり、回復、ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量がショーアップするなど有用な能力がついてきます。またねこのアクセに関しても詳しく能力は後日解説いたしますが、まあ、こうやって見るだけでもね全くまあ悪くないよね、っていうかもう取りに行くべきだと思います。すげえ強い。シュート意識ショーアップ、シュートスキルの発動率ショーアップもいいですし、トラップスキル発動率ショーアップも嬉しいですね。トラップスキルつけてる選手にはぜひこのアクセサリーつけてあげたい。特にゴールメーカーでトラップも上昇しますからめちゃめちゃ相性いいですよね。回復でスタミナ回復量がショーアップするので、普段ジョーカーを使わない方に特におすすめできます。めちゃめちゃ豪華。あとはまあボックススカウトで、このジョアン・フェリックス、イルガイ・ギュンドアン、マルコス・アロンソ、イニゴ・マルティネス、イニャキ・ペーニャ、この選手たちが星4で手に入ります。さあそうしたらですね、本日の大まかなところざっくりとご報告させていただいたので本題に行きましょう。 5.5 周年アニバーサリー後半です。まず一つ目いきます。ログインボーナスキャンペーン、これが
今回一番大切と言っても過言ではないキャンペーンです。 5.5 周年ハーフアニバーサリーログインボーナスキャンペーン第2弾は第1弾よりも豪華な内容になってます。何が豪華になっているかっていうと、限界突破練習の2段階目、これですね。第1弾ではこれが1段階目のものでした。第2弾では2段階目のものがもらえます。実質金コイン400枚分の価値があるのでめちゃめちゃレアって言えます。超嬉しい。さらにですね、期間中の合計で 3600GB だったり、あとは星5確定スカウトチケットとそれ以外のログインボーナスも超豪華です。まだね、周りにサカツカ始めてないよって方がいたら、ぜひこの機会に誘って一緒に始めていただけたらなと思います。限界突破練習の2段階目が手に入るのは本当にアニバーサリーの時の基本的には2回目のログインボーナスばかりで普段もらえないものなので、これが手に入ることをね、逃さずに今回ログインしてください。2023年10月25日本日から11月15日こちらまで約20日間の間、今回のログインボーナスがありますが、開催されている期間は15日です。ログインボーナスの報酬分は15日、なので5日間ログインを忘れてしまうと限界突破練習を手に入れることがハードになります。ぜひね、忘れずに、重ねてになりますが手に入れてください。さあ、そしたらお次ですね、 GB 増量キャンペーンの第2弾の話をしていきましょう。ハーフアニバーサリー GB 増量キャンペーン第2弾として今回も豪華な報酬が来ております。って言ってもここに関しては課金しなければ関係ないので、普段無課金でやっているよって方にはちょっと関係ない話になってしまいますが、3600円、7600円、1万円ですね、各それぞれの値段のところで GB を買うと、合計で3600円だったら1500個、7600円だったら3000個、1万円だったら4000個、これが普段もらえる分よりプラスアルファでもらえます。これがね、めちゃめちゃいいんだよね。私もそうなんですけど、今回ガチャを引くか引かないかで言って、私は別に引かないんですけれども、引かなくても GB を課金するならこのタイミングです。毎月毎月こまめに課金するとか決まった額でやっていくのもいいんですけど、どっちかっていうとこういったね、 GB 増量キャンペーンが来ている時にまとめて課金した方が圧倒的にお得になるので、もし課金考えてる方はぜひこの機会にご検討ください。さあ、そうしたらですね、ラストいきましょう。ただ今回のこのフランクデブールガチャの前に、このスーパースタフェスレジェンズスカウトチケット、この話をします。またチケットのかけらを皆さん集めることになります。こいつらですね、こいつらです。どうやって集めるんって話なんですが、このテクニック能力アップ練習レベル4が能力アップ秘密練習1個に交換するのはもう皆さんどうでもいいと思うんで仕方するんですが、問題はこのスーパースターフェスレジェンズチケットのかけらをどう集めるかって話なんですが、こちらのミッションです。期間限定のミッションです。この期間中1回のものに関しては多分オートでサカツク周回してれば問題なくクリアできます。大丈夫です。ただ問題はね、これです。1日1回限定、これワールドツアーチケット10試合ワールドツアーを10試合行うだとか、あとは来週からは試合を10試合行うだとか、こういったことをもしも1日でも忘れてしまうと最大5枚引けるはずが4枚しかもらえなくなります。今週は必ず毎日アクセサリーがいらなくてもワールドツアーを10試合してください。必ずです。来週は問題ないと思いますが、ログインし忘れないように毎日10試合行っていただけたらなと思います。この2つをクリアしていただければ、こちらのフランクデブールスーパースタフェスレジェンズスカウトチケットが5回無料で引きますので、ぜひこちらもね、ログインボーナスと合わせて忘れないようにしていただけたらなと思います。さあ、そうしたら最後はね、ガチャの内容を見ていって今回のアプデ解説にいたしましょう。フランクデブールですね、新ディフェンスキーマン特徴、主格の統率者を持ったフリーキックスキル持ちの超優秀な組み立てセンターバックです。ダビド・ビジャセンターフォワード、ガビ OMF、 オリエル・ロメウ DMF、 デブールと、そしてマルクス・アンドレア・ティアシュテーゲンが来ております。いやー、いいね。全員紹介していると長くなってしまうので、選手の詳しい紹介は明日しますが、デブールを筆頭にめちゃめちゃ豪華です。
ポゼガチャの時に来ていた主提言は正直ちょっと微妙じゃないのって性能だったんですが、今回の主提言は文句なしの 14,509、 キングオブゴールキーパーの名にふさわしい性能です。フランクデブールは 15,000 超えのディフェンスキーマン持ちの組み立てセンターバック、メインスキルがドミネートパスカットなのに S ランクのアメージングフリーキックも持ってます。なんてアメージングな性能。オリエル・ロメイはちょっと見劣りしますが、まあジョーカー持ってるので許してあげてください。ガビはコンボ特徴、そしてチェーンスキルのヴァンガードトラップですね。シャビと相性ドンピシャです。そしてダビード・ビジャ、一見微妙かに思われますがジョーカーシュート超があるのでこちらも文句なしの性能です。素晴らしい第2弾ですね。他にも今回はビエイラだったりハービーエリオットだったり9選手も踏まえての合計 10% ガチャになってます。ぜひね、組み立てセンターバックだったりサイドの強化に狙ってる方はご検討ください。ということでですね、本日のアップデ解説はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。明日は選手の詳しい性能解説をさせていただきますので、ぜひまた見に来ていただければ幸いです。またですね、サカツクには関係ないんですけれども、最近ねドラゴンクエストのアプリの実況をしてみております。めちゃめちゃ楽しいです。ぜひね見に来てください。興味ある方はねぜひポチッと買っていただけたらなと思います。全然宣伝とかじゃないんですけどね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。